はい、皆さんこんにちは。こんにちは。RMCA 保険リスクマネジメント研究会の松本でございます。よろしくお願いします。同じく奥田でございます。よろしくお願いします。今回もですね、大同火災、海上保険株式会社の松田さんにご出演いただいてですね、いろいろとお話を進めていきたいなというふうに思います。で、松田さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今までですね、まあ、良い代理店、まあ、募集人、今後、まあ、厳しくなるだろう、みたいな話もしてきましたけども、まあ、一応この3人で、3社とも、3人とも立場が微妙に違う3人ですけど、まあ、今後の保険営業のあり方っていうことについてですね、ちょっとディスカッションしてみたいなと思ったりもします。まあ、松本さんはまあ、ね、どちらかというと、まあ、リスクマネジメント、損保が方がメインで、私はもう完全に法人制法に舵を切った、募集で営業をしていて、で、松田さんはメーカーにいらっしゃって、今現在のお立場では、制法の推進をしていらっしゃいますけども、まあ、損害保険会社にいらっしゃるっていう、まあ、三者三様の立場の中でですね、まあ、今後保険営業がどうあるべきなのかっていう、ここについてですね、ちょっとお話をしていきたいなとは思います。そうですね。ちょっと保険会社からいるのが違うかもしれませんね、僕らとはね。そうですね。まあでもやっぱりその、確実に言えるのはその、なんていうんですかね。まあ、ね、この YouTube、この RMCA のこのチャンネルではよく出てる、その、情報提供産業っていう、まあ一つのキーワードがある中で、まあ保険営業として、保険屋として何売るのっていう、それをその、まあ、結果的に売っている商品が、生命保険、損害保険の保険なのかもしれないけども、まあ、それだけじゃないよねっていうのは多分根底にあると思いますし、これがより強く求められると思うんですけども、いかがですか？そこはおっしゃる通りだと思います。やはりこの情報提供産業というところで保険を売るというよりは、まあ、お客さんが認識できてないリスクだったり、将来の不安というところを解決してあげる。まあ、その情報を売るというようなイメージになってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、結果として、保険を活用するのが、まあ、いわゆるその、リスクの対策として、まあ、ベストだっていう結論に至って保険商品を選択するだけであって、ここが答えっていうかゴール、ここだけがゴールじゃないですからね、本来はね。そうですね。まあ、このシリーズの中でもお話ししましたが、やっぱ保険以外の問題の解決手段、まあ、そこを提示することができるっていうのは、まあ、一つの保険営業のポイントになるんじゃないかなと思います。まあ、かといって保険を売らなくていいというわけではないですけど、そのお客様が抱えている問題を一番解決する手段、それが何なのか、まあ、そこを真摯にお客様に寄り添ってお役に立てるっていうのがあるべき保険営業の姿じゃないかなと思います。これまあ、すごい、松田さんに直球で質問しますけど、我々の立場、いわゆるその、現場で募集している立場は、まだ比較的そっちに入りやすいと思うんですよね。まあ、いわゆるその、まあ、お客さんのところに行って、まあ、別にその、変な話ですけど、この契約が取れなかったら、明日飯が食えないってなった話は別なのかもしれませんけども、そうじゃなかったら、まあ、別にそこで無理をして保険を取る、まあ、保険にしてもらう必要がなければ、まあ、まあ、一旦この案件は、寝かしておいてしばらくとかということを含めてこう調整ができるんですけど、ただメーカーさん側で言うと、そのいわゆる、契約を獲得することが一つの営業目的であると、なかなかその、ソリシターさん、担当者さんでそういうマインドになりにくいんじゃないかなと思ったりするんですけども、いかがですか？そこはおっしゃる通りかもしれない。やっぱりメーカーですからね。そうなりますよね。メーカーさんやっぱ立場が若干違うんでね。まあですけど、やはりこの解決する課題は本当に無理やり保険の範囲を広めるような解釈で契約しても、やっぱり事故が発生したときにトラブルになっちゃうので、そこはしっかりとお客さんと詰めて、もう不可能であれば不可能ってやっていた方が、まあ、後々の信頼関係を築きやすくなるので、まあ、そこはちょっと僕が取るなっていう言える立場ではないんですけど、やっぱりしっかりそこは選別して、もし現状のもので難しいんであれば、新しい商品を開発してご提供するとか、まあ、そういった努力はメーカーとしてはしないといけないなとは思います。そうですね。だそういう意味で多分そのね、メーカーさんと、代理店の中でも、店主と募集人って、まあ、微妙にこう立ち位置が違う中で、でもまあ、一つ共通して見えるのは、そのやっぱりその、言えるのはその、契約者に対して、まあ、何を提供するかっていうところの、
まあ、意識をまず持たないと、今後は厳しくなっていくんだろうなっていうのはやっぱり間違いないですもんね。その通りですね。やっぱりこの意識を一人で自ら持つというのはなかなか厳しいので、うん、やっぱそこにいろいろな方との出会いであったり学びが必要だと思います。まあ、私自身もこの RMCA に参加させて、会員登録させていただいて、まあ、そこでこのウェブ懇親会で、まあ、全国違う地方の募集人さんたちと情報交換したり、いろんな気づきをいただいたりしているので、まあ、そういった友と師を、まあ、師匠を見つけながら日々成長していくっていうのが必要なんじゃないかなと思います。そうですね、まあ特に保険営業に関しては、まあ、いろんなことを言ってる、いろんな、ことを書いてる本だったり、まあ、セミナーだったりありますけど、うん、まあ、私個人的には、誰から何を学ぶかよりも、誰から学ぶかが一番重要かなと思ってて、やっぱりその、人となりとか、まあ、考え方とか、まあ、そう、生き様も含めて、やっぱそういうその、尊敬、共感できる人から、やっぱり学んで、情報を得た方がいいんじゃないかなとは思うので、やっぱそういうことを、そういう、まあ、師匠というか、そういう人を見つけられて、そういう人から、吸収できるかどうかっていうのは、成長、より成長できるかどうかっていうポイントになるような気もしますね。うん。確かに。まあ、でも、そういった意味ではね、この RMCA にかかっている方はみんな意識が高いですからね。まあまあ、ね、ありがたい、うん。で、確かに昔と違ってですね、昔はどの代理店さんもね、規模的にもそんなに変わらないし、やってることもほぼほぼ同じことやってたっていう方が多いですけど、うん、まあ、最近やっぱり特徴が出てきてますもんね、うん。そうですね。やっぱ意識持って、戦略持って動いてる代理店さんが増えてきてるなってすごくあって、うん、まあ、前に出てきた長野さんとかも、ね、うん、介護事業者に特化するとかもあったりしますし、うん、やっぱりそれぞれ特徴を持って、まあ、ある意味こう、昔の代理店の本業っていうのは保険売ること、っていう大前提でしたけども、まあ、最近はその本業のあり方っていうもの自体が結構大手によってこう変わってきてますもんね。そうですね。うん。まあ、だから本当にそういった方々の話を聞くと勉強になるなっていうのは僕自身もありますからね。そうですね。うん。うん。そうですね。いろいろな考えだったり見方だったり、お客様の立場とか、まあ実際にあった話っていうのを聞けるだけでも自分自身に刺激になりますし、まあ、そこをぜひ実行するのが知ってるで終わらずに、それを実行して成果を出すというところに、まあ、ぜひ、まあ、僕が言える立場ではないんですけど、皆さんに一つ一つ、まあ、小さな一歩でもいいので、まあ、学んだことをアウトプットしながら一緒に成長できたらなというのは日々感じているところです。そうですね、アウトプットやっぱしないといけないですよね。インプットしてもね、アウトプットしないと価値に変わらないですからね。でもこの研究会で保険会社の人って実は損保会社の人って松田さん一人なんですよね。そうですね。そうなんですよ。うん。いや、ね、もうほぼ全員、全部が代理店なり募集員の方で、はい、一部多分、生保険のメーカーがいますね。何かいますけど。いらっしゃいました、どうも。確か。はい。損保の方、損保は松田さんだけですもんね。だけですね、だけですね、確かに。うん。うん、なんか、ちょっと残念な気もしますけどね、それもね。まあ。そうですね、まあ、非常にいい学びの機会なので僕も発信していけるようにしたいと思います。でも RMCA に参加して感じるのが今おっしゃってたように、まあ、生保の人たちって非常に学ぶ意識が高いというか、うんうん、いろんなところでお会いするなっていう感じがします。損保、うん、まあ、も負けずにしっかり学んでアウトプットできる、まあ、知識集団にしていきたいなと思います。そうですね。どちらかというと、損保の場合は、メーカーさんの研修であるとか、まあ、そういうところで、なんか、まあ、無料で、こう、やってるものに対して、参加するぐらいの、研修しかないか、まあ、そういう感じですもんね。まあ、生保の場合は、結構やっぱり、どんどん出ていって、いろんなところで、ね、まあ、自腹切って、まあ、勉強してっていうことを結構やるもんからね。生保はね、本当にこうね、情報を取るために投資をするっていう文化が、うん、なんかやっぱり、根付いてますよね、ある程度、うん。やっぱり損保はそれがなかなかない感じがしますよね、残念ながら。まあ、うん、歴史的にやっぱり昔のね、いわゆるその、税効果対策かなんかでこうね、法人の大きな契約取れたら、うん、まあ、1回のその研修で例えば20万、30万使ったところで、まあ、まあすぐペイできますから、ね、回収できるっていう、まあ、それもあって、多分ね、
あの勉強に投資したっていうのもあるとは思うんですけどね。まあでもそう考えるとそういうもう一発みたいなものがなくなってきましたからね。まあまあまあ、うん、まあそういう意味ではいい業界になってたと思いますよ、うんうん、そうですね。確かにあれですね、この業界、まあ、最近はウェブであったりいろいろな募集形態っていうところが出てきたりすると思うんですけど、この学びをお客さんに対してしっかりアウトプットすることで自分で考え、お客さんはプロではないので、プロが学んでマネジメントしてあげるっていう価値は絶対将来変わらないので、うんうん、この人が介在することによるメリット、この効果っていうところは大事にしながら、しっかりとこの業界全体を発展させていけるように、まあ、メーカーとしてもしっかりと取り組んでいけたらなという感じですね。そうですね。まあ、どこまで多分その AI だとか DX だとかって言ったところで、まあ、あの、やっぱりその、この商売って、あの、人がどうしてもやっぱ介在しないといけない、うん、まあ、介在する必要がある仕事だと思ってるので、まあ、もちろんそうじゃない部分で自動化とか、もう省力化していくところはあるのかもしれませんけども、最後の最後のところではやっぱりどうしてもこのね、人の要素は消えない仕事だと思うんで、まあ、そういう意味では、やっぱりそこの部分に対してね、どう考えてどう行動していくかっていうのは、まあ、重要ですよね、これから、本当に。本当にそこが生き延びる代理店経営の一つのポイントだと思いますので、うん、そうですね。まあ、自信を持ってお客さんに接していけるように、学び続けないといけないなという感じですね。で、あとはまあ、思うのは、その、メーカーさんと、代理店、まあ、募集人の、その、立ち位置として、まあ、なんかね、どちらかというと、なんかその、まあ、どっちが上下みたいな話も、まあ、ないことはないんですけども、まあ、そうじゃなくて、やっぱり、あの、まあ、同列で、その方向をちゃんと、その、契約者の方に向いて、あの、仕事しましょうよっていう、こういうことだと思うんですけどね。うん。おっしゃる通りですね。まあ、それで、その中で、この、代理店さんとメーカー一緒に力を合わせてレバレッジを効かせて一人ではできない成果を出していくっていうのが一番のポイントだと思います。そうですね、うん、いやいや、あの5回にわたり出演いただいて結構あのメーカーさんの社員さん初めて出てて結構生々しい話が良かったです。いかがでしたか？あのなんか言い足りてないことがあります？まあ、本当はもっといろいろ言いたかったんですけど、ちょっといろいろと配慮して、うん、そうですね。言いました。まあまあ、あの、リアルな松田さんには、あのね、沖縄の研究会か、もしくは、あの、ウェブの研修会でいただけると、お会い、ね、できますからね。持っていただけるんで。ウェブ懇親会だったら、聞かれたことには何でも答えますので、参加してください。はい、そうですね。あの、ウェブ懇親会の生々しさからで言うと、まあ、まあね、ちょっと物足りないところがありますけど、うん、まあ、でもいろんな話していただいて、あの、本当に、あの、勉強になりましたし、よかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。また、あの、機会があったら、また出てくださいね。ああ、ぜひ、よろしくお願いします。はい。はい。では、今回で、松田さんのシリーズで終了したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。